卓球の世界ツアー、シンガポールスマッシュは10日、シングルス1回戦が行われ、女子は世界ランク18位の平野美宇、木下グループ、が、同5位の早田ひな、日本生命、とのパリ五輪代表対決を3、11から8、13の11、11、7、0のストレートでどけ、2回戦に進出した。平野は2月の世界選手権団体戦では、中国との決勝で3番手として登場し、当時世界2位の王ゲイ進をゲームカウント3対0の圧巻のストレート勝ちを収めていた。勢いに乗って臨んだ今大会は、世界ランクに付与されるポイントが高く、上位グレードだ。初のシングルス代表をつかんだパリ五輪で、シード入りを目指す実力者が好発進を切った。世界ランク12位の伊藤美誠、スターツ、は、60歳のレジェンド。ニーシャーリエン、ルクセンブルク、との37歳差対決、を3、11から4、11の9、11、6、0のストレートで下した。世界ランク27位の21歳、長崎美優、木下グループ、は、同2位で、21年東京五輪2冠の陳夢、中国、20、5から11、6の11、5から11、3で敗退した。男子は世界ランク9位のエース、張本智和、智和企画、は、同44位のルーエンフィルス、ドイツ、を3、11の9、8の11、11の8、11から6、1でどけ、順当に2回戦に駒を進めた。